This week's Amazing Amusements。 やっぱりまあゴールデンウィークですよ皆さん。ゴールデンウィーク、素晴らしいゴールデンウィークだ、素晴らしいゴールデンウィーク。まあやはりレジャーがたくさんあると思いますけれども、まあもうゴールデンウィーク始まってるといえば始まっている。まあ現在公開録音段階では一応平日の5月の2日に収録してますので、まあこの日にまだ仕事をしている方もいらっしゃると思いますが、私はゴールデンウィークが始まったと言われている4月の29?28かな ?28 からずっとお休みだとロングランで9連休なんて方もいらっしゃるんですよね。で、私9連休にはならなかったんですよ。というのも、30日祝日、月曜日、私仕事してました。普通に仕事をしてました。ただ、その分、昨日、今日の平日2日間をお休みにできているという。なんで連休ではないんですけど、一応6連休にはなりました。おかげさまで。さて、そんな私の、最初のゴールデンウィークレジャーの話を少ししておこうと思いましてね。ゴールデンウィーク僕の最初のレジャーは、その休みが始まった土日の、レジャーだったんですけれども、土曜日の夜中の10時ぐらいから出かけていってですね、朝まで遊んでくるっていう、ちょっとした大学生みたいなレジャーをしてきました。ね、皆さん番組が好きな、僕の番組というか、ヤマトリンをよく知ってる方々の中で、ヤマトリンがミニ四駆が好きだということは、周知の事実らしい。ね、ミニ四駆大好きなんですよ。で、ミニ四駆をやりに行こう。で、なかなかですね、ミニ四駆そのしに行くチームが、私 DRF、旦那レーシングファクトリーっていうね、チームをやってまして、あ、そうそう。おかげさまで私先週席を入れて、一人身じゃなくなりました。公式文書的にも。どうもありがとうございました。ついでに言うなよ。ミニ四駆をしに行ったんですけど、まあ、旦那レーシングファクトリー、ミニ四駆チーム、3人、男3人の、なかなかみんな仕事が忙しくて、なかなか合わせられる機会がない。だから1ヶ月ぐらい前からこの日に行こうって決めてたんです。で、この日に勝負をしよう、レースをしようって言って、行くこと決めて、行き場所も決めておいて、集合時間までバッチリ決めて、それで行くことにしてたんです。ところがギッチョン、僕の仕事がクソみたいに忙しくて、その日までに車体が仕上がらないっていう事実が起こり、現地で車体を組むっていう無茶苦茶なことをしたんですけど、で、今回のレーステーマが、タイプ1シャーシという、すごく古い、ミニ四駆初代のシャーシって言ったら、ミニ四駆知ってる人だったら、マジでタイプ1杯やったのって感じなんですけど、本当にミニ四駆も、まだ、ミニ四駆でレースをするという感覚がなかった時代のミニ四駆ですね、ほぼ。もちろん最初はワイルドミニ四駆から始まってるので、そこを初代といえばそこは初代なんですが、なかなかですね、タイプ1シャーシを、実際に組んでレースをしようってのはなかなか難しい。で、しかも縛りがあって、一つの縛りは今は絶対使わないんですけど、スパイクタイヤって言ってタイヤがこうイボイボがついてるんですよ、タイヤに。で、このイボイボついてるタイヤで走るって結構バカバカしくて、今となっては最高速を出すためにはスパイクタイヤで走るってことはほとんどありえない。で、パーツでもスパイクタイヤ使わないのが常識なんですけれども、そのスパイクタイヤは無加工で使うっていうのを一応レギュレーション、今回の俺たちのルールにしたんですよね。これがなかなかね、肝でね、跳ねるんだ。で、最近のコースって立体コースだから、ぴょん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 跳ねるとすぐコースアウトするっていう。で、まあ、ミニ四駆の大元のルールっていうのを知らない人のためにご説明すると、まあ、レーンがありますと。ミニ四駆はまっすぐにしか走りません。ローラーっていうものを前や後ろにくっつけて、壁に沿って走っていくんですけど、当然、スピードが上がればコースアウトする。ゴールに帰ってこれない。これ、負けです。で、3周。して、レーンチェンジってのがあるので、その3つのレーンがあるんですけど、その3つのレーンを全部回って、自分の最初にスタートしたレーンに、最初に帰ってきた人が勝ち。コースアウトしたらその時点でもう失格っていうのがミニ四駆のルールなんですね。で、まあ3周ってのが一般のまあコースで、公式大会だと5周って大きいコースが出るんですけど、まあ当然私たちが行った会場は、3周の、私たちも3周のコース持ってるんですけどね、そのコース、3周のコースでやりました。で、まあ用意ドンしてった時に、簡単なんですよね。めっちゃめっちゃ早いの作って、安定してるやつを作れば瞬時に帰ってこれるので、うい、勝ちってなるんですけど、昔のコースと違って立体なのでジャンプ台があるんですよ。で、ジャンプ台からポーンって飛んで、できるだけ低くジャンプして、コースにスコンって戻らなきゃいけないし、スコンって戻った後にぴょんぴょんって跳ねちゃったりする。バウンドする。で、バウンドしたらそのままコーナーにぶつかってバチコーンってコースアウトするっていうことがよくあるわけですわ。これがなかなか難しいんですよ。まっすぐにしか進まないんだよ、ミニ四駆。まっすぐにしか進まないのに、ジャンプ台があってコースに戻らなきゃいけないの。で、別のレーンに戻ってもダメなんだ。で、コースの中でミニ四駆が左右にどれだけカタカタできるかっていうと、横に1センチもカタカタできないですね。1センチが限界かな。ミニ四駆はコースの中で横に1センチぐらいしかずれる幅がありません。普通。そんな状態でまっすぐ飛んで、しかも時速40キロとかで走ってんだよ。それがジャーンジャンプしてガチコーンって元の位置に入って、またコーナーをシュッて入ってくって、ものすごいことなんですよ。で、まあそんなルールの中で、基本的にね、これ、レジャーですから、
公式大会となれば負ければ悔しいです。もう涙流すほど悔しいんですけれども、なかなかね、身内でやっても白熱はするものの、まあ一応レジャーですからね。まあ勝っても負けても大人になって気づいたね。ミニ四駆をやって子供の時でミニ四駆なんか負けたらもう怒り浸透ですよ、もう。もう、この世の終わりぐらいショックだったし、めちゃめちゃ悔しかったから、もう、癇癪も起こすは、あれもするんですけど、その、八つ当たりもしたんですけど、今となっては負けても楽しいみたいな、負けても大笑いできるっていう風にね、成長しました、自分も。それは前提で。それ前提ですよ、皆さん。前提にしておいて、今から喋ることよく聞いてくださいね。みんなは、もうめちゃめちゃゴリゴリにチューンする時間あったわけ。俺、全くなかったから、当日行って、当日箱開けて、何これって言ってんの。まずシャフト、最初にね、ドライブシャフトって言ってタイヤをつけるシャフトがあるんだけど、これがね、今のやつはすげえよく回るんだけど、あのよりによって基本的な普通の組み立てをしただけでシャーシに間もぶつかるのね、あちこち。だからスイッチ入れたらガリ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 って音がするの。おかしくないっていう、その時点でおかしくないって、まっすぐ走れるようになってないじゃんっていう構造上すごいですよ。これはなかなか難しくて、で、まあ、とりあえず、あ、じゃあさ、もう組み立てる前にまずシャーシのあちこちを削り落とすっていうところから始まるのね。だいぶいろいろな部分がなくなって、すげえすごいシンプルになった状態に組み立っていくんだけど、あ、ここのパーツがなくなったらこれをつけなきゃいけないとかって話になり、接着剤が出てきて、接着剤で リアステって言ってね、普通ミニ四駆って、だってよく考えてください、タイヤむき出しですよ。むき出しのタイヤで前にぶつかってったら、前にはローラーつけるところがあるんでいいんですけど、後ろが当然コーナーにぶつかるじゃないですか、後ろのタイヤが。だから後ろにもローラーをつけるんですよ、普通なんですけど、後ろにローラーをつけるところがそもそも存在しないのね。昔のミニ四駆って。前しかないの。どうすんだよ、これ。いや、まあ、つけるよね、みたいなこと言われて。つけるってどうすんだよ。だから、市販のリアステ接着剤でくっつける。ザルやなぁ、言いながら、接着剤でくっつけるわけ、こっちは。で、くっつけてって、テスト走行させんの。テスト走行させたら、ポキって折れるっていう。まあ、しょうがないんじゃないって言われて、しょうがないから、真ん中に無理やり巨大なローラーをくっつけて間に合わせるっていう方法でどうにかしたんですけど、他二人はもうゴリゴリに注意してて、早いわけ、まず、スピードが。音もしないの。もうそれに比べればゴリ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 ヒーンっていう歯医者みたいな音がするミニ四駆なんてもう遅いに決まってんだ。俺はその状態、負ける覚悟で、こっちはもう全然負けてもゲラゲラ笑うつもりで用意どんしたら、レースってのは時の運だね、俺が勝ったんだよ。本当にこれ俺が勝ったの。ポンポンっつってコースアウトしてって、嘘じゃんっていう。で、俺は俺で何回かやったらコースアウトしたんだけど、それでも俺だけちゃんとコースアウトせずに帰ってきた回があって、えい、勝ちーってなって、俺勝ちってなってんだけど、他のやつ、いやいや、待って、リンちゃんもちょっと待ってと。いや、待つ余地ないだろうって思うんだけど、待ってと。どう考えてもスピードは俺のが速いと。ね。で、最初に完走したのも俺だと言ってくるわけ。それで、だから俺の勝ちでいいよねとか、わけのわかんないこと言ってくるわけ。いや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 って話でしょ。でも、レジャーって、そこが大事で、そのもう、なんていうの、俺たちミニ四駆やるときって、もう童心に帰るっていうのが俺たちの中での最大のテーマになってて、だからもう子供の時みたいな楽しみ方してる。だからやっぱね、そういうレジャーって大事。みんなね、そういう風にね、ゴールデンウィーク過ごした方がいいよ、絶対大事だよそれ。童心に帰ろ。ヤマトリンのラジオカンファレンス第10回、座して聞け、ステイチューン。またラジオやる。ラジオ生活の会は10年、この企画何本目だ。会カンファレンス見ろ、これがこじらせたクリエイターの生態だ。ヤマトリンのラジオカンファレンス、略してラジカン。枕が長いですね、今回ね。皆さん、第10回ヤマトリンのラジカンのテーマトークにもうサクッと入ります。今回いつもとちょっともう手が違います、ごめんなさい。今週はなんと笑い袋がいません、ごめんなさい。ぼっち会です、もうすでにお気づきの方もいらっしゃるでしょう。ラジカンテーマトーク、雑な始まり方だな。ラジカンテーマと、今回はゴールデンウィークスペシャルということで、コメントもね、拾わせていただきながら、進めておりますけれども、ジェネレーションギャップについてお話をしようかなと思っておりまして。まあ、ジェネレーションギャップといえばですよ、皆さん。いろいろあると思いますけれども、例えばね、職場で、僕なんかよくあるんですけど、僕ね、昭和最後生まれなんです。昭和63年生まれなんです。で、僕の世代って、昭和63年生まれと、早生まれの昭和64年のやつと、ギリギリ平成元年っていうやつがいるのね。俺と同じ学年のやつって、生年月日の頭が3種類いるんですよ。本当に。で、昭和63年の俺からすると、当たり前なんですけど、後輩は、俺より1年後でも、だったらその時点で平成なので、平成なんですよ。でも、
やっぱだんだん先輩とかもいるからあれなんですけど、だん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 先輩がいなくなって、気がつくと俺が一番先輩になってると何が起こるかっていうと、周りにいる人間がみんな平成なんですよ。そこで、あーってなるんですけど、例えばそういうのとか、あと子供の時に見てた番組が違うとかね、そういうのとかはあるんですよ。ジェネレーションギャップといえば。で、ここでね、私が今回用意してきたジェネレーションギャップ。まあ、先ほどストレス発散とかね、まあレジャーの話をしたんですけれども、何のジェネレーションギャップか。ストレスの発散の仕方って、もうそれでもジェネレーションギャップってあるよねっていうことを最近感じるなって思ったんですね。主にネットで。すごく。で、例えば俺らの世代や俺らより上の世代になったりすると、例えばですよ、これ男女差はあるんですけれども、とりあえず、まあネットがなかった時代なのでね、ストレス発散なんて言ったら、サラリーマンのストレス発散の先なんて言ったら、あえて大人に限定しておきますよ。子供にストレスなんて言ったって、昔はね、あんまり子供にストレスってなかったもんですから、まあ子供なりにあったんですけどね、対してそれは話題にならなかったので、あえてそれは置いておきますが、大人のストレス発散で、例えばバッティングセンター。ね、仕事帰りにちょっとそのままバッティングセンターに寄って、まあ、要するに破壊衝動ですよね。だから言ってみればあのカキーンっていうあの感じが気持ちいいっていうんでバッティングセンターに寄って、ちょっとね缶ビールかなんかをやっつけたらあのストレス解消になるなんていうのは代名詞の一つだったんですよ。実はこれが出てくるのはブラックラグーンっていうコミックスがあるんですけれども、アニメにもなりましたけど、あれで主人公のロックが、日本にいた、俺は日本にいて、クズみたいな生活を送ってたと。確かに、くだらねえ上司に頭をへこへこ下げて、頭下げるのが仕事で、頭下げまくった挙句に疲れたストレスは、バッティングセンターに行って、ちょっと酒でも一杯引っ掛けりゃ、要は全てこともなしだみたいなことを言うシーンがあって、ああ、確かにって思って読んでたんですけど、このバッティングセンター課金っていう感覚って今の若い子わかるのかなって思ったんですよ。これジェネレーションギャップなんですよね。あの漫画の中にすでにジェネレーションギャップが生まれているっていうことに気がついて。で、それが最初の気づきで、じゃあ他にもジェネレーションギャップ、ストレス発散におけるジェネレーションギャップってあるのかなって思った時に、外に出ていく系はあんまりないんですよね。まあバッティングセンターの例はとにかくそうなんですけど、これは最近あるのか分かんないんですけど、カラオケ。大声出すのはあれなんですけど、あとは女の子だとショッピングはストレス発散になるっていう子はいると思うんですよ。で、あとは、まあ、分かりやすいところでお酒だね。お酒は多分人間がね、ずっと持ち続けてるストレス発散方法の一つでしょう。おそらくお酒がストレス発散じゃなくなることはないですね。それから、あと、まあ、誰かを誘って、話がしたい。まあ、要するに愚痴ですわな。愚痴をこぼすっていうのもストレス発散。で、昔はそれが、バーのスナックのママだったりしたのが、まあ、職場の同僚や後輩、まあ、こう、聞かされる後輩はそれがストレスになるんですけどね。とか、になったりすると。で、あと、これも、昔は結構ね、当たり前のストレス発散だったんですけど、映画鑑賞っていうのが、実は昔は結構当たり前のストレス発散だったんですよ。今は多分ね、そうでもない人が多くなったと思います。で、映画の、ストレス発散の一番の方法としては、まず大笑いする。それから大いに泣く。この二つ。で、これが封じられてしまった理由として、映画館に行って映画を見てるときに、笑ってるやつはうるさい。まあ昔もね、あんまりゲラゲラ笑ってると怒られてたんですけど、今はもっと厳しいですよね。それから、大泣きに泣くのも結構煙たがられますよね。映画鑑賞っていうのがストレス発散になりにくくなった。これも一種の、ジェネレーションギャップなんじゃないかなと思います。で、食事っていうものに関しても、昔はなんかもういいんだよ食えばみたいなのがあったりしてね、なんだろう。例えば焼肉の食い放題、寿司、まあ高いものを食べるっていうのも一つのあれだったんですけど、なんだろう、そういうところに行って食べるっていうのもさ、ダイエットがどうのこうのとかさ、健康がどうのこうのとかって昔ほどさ、昔より言われるじゃん。なんかそれが逆にストレスになるみたいな。で、あと食ったら食ったで胃もたれするしとかさ、なんかそういうのが出てきたりして、なんか楽しくスッキリ気持ちよく食えないみたいなのが昔よりあるんですよ。だから俺も食うはあんまりストレス発散ならないんですね。まあ、カラオケはまあ強いて言うなら今でも不動の地位になるのかなと思うんですけどね。一般的なところで言うと。でね、話を戻して、じゃあストレス発散のジェネレーションギャップなんですけど、昔ってさ、例えばバッティングセンターに行ってカキンってやったらまあ少しはストレス発散になるんだよっていうのとか、酒飲んだらスッキリするよとか、なんか泣いたらスッキリするよ、何々したらスッキリするよっていうのって
ある程度集合意識というか集団意識というかみんなの中で共通だったのよ。そういうものだっていう刷り込みがあって、そのそういうものだがなんていうのも凝り固まっててさ、カラオケに行って大声でも出したらスッキリすんじゃんみたいな、酒飲んでスナックのカラオケでママに話聞いてもらってちょっと1曲2曲歌ってさ、ちょっと体なんか動かしてみたらさスッキリするよっていうのがそういうルールだったんだよ昔。もうもはやそういうルールだった。だからみんなそれに刷り込まれたストレス発散方法でスッキリしてしまえばほらで、ああまあなんか確かにスッキリしたような気がするっていう誤解のもと、でもそれもね、その誤解も立派なストレス解消なんですよ。精神的にそれがストレス排もう発散なんだっていうことに対してもうイエスって言えちゃうからそれでいいんですね。プラシーボ効果っていうのもあるのかもしれないですけど、でもそういうもんだっていうことですよね。でね、今ねコメントいただいてる中でその刷り込まれたストレス発散方法が一種のホラーだっていう表現をしたのは、これは多分もう若さですね。そのコメントは若さです。というのもそれでいいじゃんって俺たちは思ってたし、分かっててそうしてたの。俺の上の世代なんか特にそうで、それはそういうもんだからそれをやればいいんだ、一種の儀式で本当にその儀式で精神が楽になるっていう風に分かってたし、それでいいんですよ。でも本当にそれストレス発散になるんですかっていう余計なことを言ったやつがいるんですよ。俺これ余計だと思うんだよね。俺ねこれは本当に余計なことしてくれたなって思うんですけど、いいんだよそれでストレス発散だっていうことになって、みんながストレス発散できればバッティングセンターも潰れないし、カラオケボックスも潰れないし、ね、裏ぶれたスナックのママもね、苦渋の選択をして店を閉めなくてもよくなるんですよ。いいんですよ。でもね、いたんです、そういう人たちが。文部科学省っていうところにいたんですよ。で、ゆとり教育なんていうのを始めてしまったんですよ。ね、みんな一人一人が違っていいって言い出しちゃったんですよ。だから、僕はそういう意味では、それの、俺、この曲としてはすごくいい曲だと思う。なんだけど、国家主導でそれをやり始めるきっかけになった花屋の店先に並んだをアンチの人たちいるんだよ。世界に一つだけの花っていう曲があって、すごいヒットした曲。俺曲はすごくいい曲だと思うんですよ。あの曲を否定はしない。だけどあの曲が全てで、あの曲に従っていくならば個人主義じゃない人、集団段階の世代的な、みんな一緒でみんないいってやつ、みんな一緒でみんながいいがいいでしょっていう一つの人心の統一方法がを崩していこうっていうのに無理やり使う一種の暴力にあの曲を使ってしまったケースがあるんですね。だからみんな違うんだ、そうしなきゃダメなんだっていう、逆にあの曲を使ってほらいい曲でしょ、まあそりゃいい曲だね、じゃあいい曲なんだからみんなこれに従いましょうってやっちゃったんですよ。でも日本人ほどねナショナリズムのない国もないと思うんですけど、昔はさほら断固日本は日本だっていうような空気あったと思うんですよね。でもそれがだん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 なくなってきて、日本人はこういうところがいいんだよな、あー日本人やっててよかったなみたいなさ、俺ねそれっていいことだと思うんだよ一種の、それはそれで。でも個人主義は個人主義でいいと思うよ、それどっちでもいい、解き放たれるのはいい。でも今は個人を解き放つことに本当に無理やり個人を解き放とうとするのね、今の日本社会って。俺それは間違いだと思うんだよ。みんなこうすればそれで正解だよっていう正解ぐらい用意してやった方が生きやすくねえか、ストレスの発散もしやすくないか。自由は強要するものじゃないんですよ。自由は自分の中で作るものなのに、自由にしていいよ、まあ俺もよく自由にしなよって言うんだけどさ、自分の赴くままに生きろよって俺は言うんですよ。物を作るときに関してはクリエイトをするのに関しては自由にやりなさい、自分の思うことをしなさいって思う。教科書に載ったものづくりなんてのはものづくりでも何でもないよって言うんですけど、生きることに関しては教科書通りの方がいいところはいっぱいあるで。だってその方が楽できるんでしょ、だったら楽しようよ。俺さ、確かに俺は24時間365日絶えず物を作ってるタイプなんだけどさ、物を作ってる最中でも俺は俺、人間は人間だからさ、自由に行きましょうよって言った時に、じゃあ人間の体の組織を変えてね、僕光合成して行きますってできるか、できないだろ。ミトコンドリアでのエネルギー生成をやめますとかできないじゃん。だって人間はもう生物として生き物、人間っていうものをやめられないんだもん、生物的に。だったらストレスの発散や脳の構造がある程度みんな一緒なんだから、それに従って楽をする方法がある程度あるに決まってんですよ。そのための学問でしょ、だからみんな勉強するんでしょ、勉強して頭良くなって、こうしたら人間が楽だっていうことを知って大人になっていくわけじゃん。
だんだん積極臭くなってくるのでこれぐらいにしておきましょう、コーナーの説明もしなきゃいけないですしね、新コーナーがありますから。はい、なのでジェネレーションギャップってのは娯楽の中にも潜んでいるということですよ皆さん。ねえ、感じ取ってくれたかと思います。以上ラジカンテーマトークでございました。今その体を鋼鉄の鎧が覆う。コードゼガイア、チェンジブラスター。画面タッチで吠える変身サウンド、腕に装着して今だ、放てゼガイアパンチ。はあ、君も今日からゼガイアだ。ゼガイア変身スマートフォン、ゼガイアハイパーガジェットシリーズ。ジャパンカップで話題を集めたレッツゴーのニューマシン、風を切りストレートを制するビクトリーマグナム、シャープなコーナリングを決めるヴァンガードソニック、 V を狙う2台のマシン、君はどちらを選ぶか。新コーナー、小さな怒りはぶつけて発散のコーナー。日常の中で抱いた小さな怒り、誰かに話したいけど話すことのほどでもないし、小さすぎて人に話すと自分の小ささが露見して余計嫌だなっていう怒りってあると思います。そんな怒りはこの番組にヤマトリンに匿名でぶつけていこうというコーナーです。今週から募集を開始します。で、次回以降でいくつか溜まったら紹介をしていくというふうに、いうコーナーにしておきます。どんな方でも日常の怒りというものはあるものです。でもわざわざそれを声を荒げて言うっていうのはやっぱり人として小さくなっちゃうじゃないですか。だから番組にしておこうということで、でもあるよねそれっていうのを共感を呼びたいというコーナーでございます。だから匿名でむしろ、集めていただきたいという、そんなコーナーです。例えばちょっと開いた、タンスの角に小指をぶつけました。いつもだったらここまで開いてないところにちょっとタンスが出てたんですよ。開けたのは自分なのか母親なのか父親なのか家族の誰なのかがわからない。でもそんなことでさ、ふざけんなみたいなことをさ家の中で言ってもさ、ギスギスするだけだしさ、っていうか器ちっちゃいじゃん。でも足ぶつけた瞬間に誰だよ開けてたやつってなるじゃん。で今となっては喉元を過ぎたけどあの時むっちゃ腹立ったみたいな、そういうやつ、こういうの集めたい。それからもう一つ、今日の夕飯はサンマの塩焼きよっていうメールをお母ちゃんからもらってました。秋の味覚が楽しみに、でね、家に帰宅、ところがごめんちょっと途中で予定が変わってカレーになりました。別にカレーは嫌いじゃないよ、嫌いじゃないんだけど、その秋の味覚を楽しみに帰った俺のこの3時間は何で、別にさ飯作ってくれてんだよ母ちゃんはさ、時間忙しいのにね、部活帰りの俺のために飯作ってくれたわけ、仕事帰りの父ちゃんのために飯作ってくれてるわけ、自分もパートに出てるのに。だけど途中でメニューが変わったことっていう、ああまあいいよいいよって言うんだけど、そのサンマをイメージして帰ってきた自分にとってのやっぱり裏切りではあるわけ。でもそれに怒るわけにいかないじゃん、怒る資格もないんだよ。だけどあるよねそういうことで、あるいは反抗期だったらうっせんだよババアになるわけですよ。俺はあんまり反抗期ってなかったからうっせえババアって言ったことないんだけど、こういう怒りです。皆さんあるでしょそういう怒りって。で昔あったでしょ、あのそういう怒りをみんなでぶつけてこで、あるあるってみんなで言おう、あるあるってここで言えばみんなちょっとストレス発散にほらなるじゃないですかね。はい、こんなコーナー、小さな怒りはぶつけて発散のコーナーです。皆さんこの番組にメールフォームを設定しますので、そのフリーのメールフォームに、打ち込んで送信をしてください。そしたら私のところにメッセージが来ますので、やっていきます。ちなみに一人何個送っていただいても結構です。名前を変えようが同じ名前で何十通送ろうが OK です。できるだけたくさん送ってください。たくさんの投稿をお待ちしております。ザ・ソングス・フォー・ユー、ヤマトリンのカバーソングやオリジナルソングをお届けいたします。今週は守って守護月天よりさあお聴きください。どうぞ。さあなんでも自分でできるって強がるだけ強がってもね、君がいなきゃなんもできないし、こんなちっぽけな部屋が今じゃちょっとだけ広く見えるよ、冷蔵庫開けりゃなんもありゃしないや、さあ吸い込んでく
気な顔でまた僕を茶化すように、さあ受け取ってくれ、この辛さをさあ分け合いましょう。はい、エンディングでございます。早いもので、でも気がつけばいつもより長く喋ってますね。まあゴールデンウィークスペシャルなんでちょっと長めでもいいでしょう。とりあえず先に告知の方をさせていただきます。演劇をみんなで集まってやろうというイベント、次回は5月13日日曜日開催予定です。イベントタイトルが次回から変更、激オフみんなの声が心に響く第3回。次回のテーマは必殺技研究です。戦闘系のセリフ、ロボットバトルの叫び声など、家じゃできない、やってみたいけどうまく叫べない、そんな人のために徹底的に叫ぶというのは一体何なのか、みんなで研究していこうというのが今回のテーマです。ぜひお集まりください。5月13日14時半会場、15時イベント開始予定です。参加費なんと500円。会場は東京成増アクトホールで検索してください。お申し込み方法はヤマトリンツイッタートップに掲示しております特設サイトへアクセスして、ツイッター連携にて行う形式です。イベント内容の、質問、それから申し込みについての質問も含めてヤマトリのツイッターアカウントへ DM でお送りください。同イベントは6月17日7月8日、こちらにも開催予定でございます。毎月開催予定です。そちらの参加申請については後日、やっていきますが、ぜひ、日程を開けておいてください。このイベントで、なんと私 CD を新たに発売していこうと、 C シリーズ始めようと思ってて、ですね、私ヤマトリンが、リスポンだったり小指だったり昔からやっているんですけど、あの音ネタで面白いトーク、あのじゃがりこ面接とかもそうですけど、ああいったやつを CD にまとめてディスクで販売しようかなと思ってて、ヤマトリンの全部一人でやってみたカッコ仮っていうのを今考えてるんですけど、それのディスクの第1弾、まあ続くか分かりませんけどね、をちょっとやっやってみようかなと思ってて、なんでイベントでちょっと価格もまだ設定できてないんですけれども、この13日のイベントで発売予定ですので、あのぜひあの物販に足をお運びください。あと私のオリジナルの CD とかも物販で持ってきてますので、もし興味のある方はいらっしゃいましたら、そちらでもお買い求めいただけますというところです。次回のトークテーマはものづくりのマインドについて、また家庭話だな、たまにはなんかこうスケベな話しかしたくないな。スケベな話もするか。ものづくりのマインドでスケベな話っていうと子作りの話になるな。違うな。ヤマトリン番組のメッセージはヤマトリンのツイッターへの DM と番組コメント欄にてお待ちしております。また聞いてくださいね、皆さん、これに懲りずに。以上、今週のヤマトリンのラジオカンファレンスでした。 See you next week. バイバイ。今週のセクシー、こんばんは、リンネさんよ。今週おすすめのセクシーの発表です。尻こすり坂、尻こすり坂、尻こすり坂。神奈川県の地名です。また来週。